人数も減ってきたし、今回はそんな長くないのかな、討論時間。どうなんだろう。まずは4人の候補を出すために話し合おう。生き残るべきは誰なのか、死んでいいのは誰なのか、嫌な議題だな。オーケーだ、覚悟は決まったようだね。待てよ、刑事。今回は前と違って、カード交換が何度も行われたんだ。疑い合わなくたって、推理をしていけばきっと、身代わりと鍵盤の所持者もわかるはずだ。みんなが正直に話せばね。嘘をつくってのか。少なくとも身代わりは真実を言わないでしょ。うわぁ、これさら疑われんじゃね。だってギリギリで身代わりを踏んだくりに来るとは思わないしね。なら4人の候補者が出てからでいいか。そっか、候補者にならなかった人たちは正直に話せるからね。そうさ、それにもし今全員のカードが判明したとして、投票するのはきっと地獄だよ、だね。あ、でも待てよ。身代わりは釣られたがるんだから、サラちゃんが平民ですって言っても誰も疑わないか。まあ、一応ゲーム進めていくか。単純な死のなすりつけ合いさ。あいつが死ぬべき、こいつが死ぬべきってね。絆なんて跡形もなくなるほどに残酷だ。わかった。刑事、お前の話に乗るぜ。その上で言うぜ。そう、私が怪しいと思ってるのはお前だ。ここまで来てか。だって、レコさん、ソウさんは脱出にすごく貢献を。わかってるさ。でも、だったら誰に投票するんだ。え、私には他のやつを選ぶことなんて無理だ。今投票するなら、ソウに入れちまう。これが私の本心だ。ソウ、てめえもいい加減本音を語って、疑念を晴らしてくれよ。やっぱり感情で話すと、話す人とは、馬が合わないみたいだ。うるせえ。いいから本音を。じゃあ僕が1人目の候補でいいよ。え？な！だって僕。僕なんかかっこいいんだけど。え？身代わりだから。はあ？今の話聞いてたか？役職を言う流れじゃねえって。自分で告白しちゃダメなルールなんてあったっけ？なるほどね。ごめんね、刑事さん。あなたに主導権握られるのはいい気がしなくてね。でもこれ刑事さんは多分今んとこサラちゃんが身代わりを持ってるはずって思い込んでるよね。そうだ、僕が次に怪しい人間を指名するよ。どう？またろくでもない考えを。まあここは賛成していいんじゃない？わかりました。議論が進むならどうぞ。冷静だね、サラさん。僕が指名するのは、え、まさかのカンナさん。え、カンナもええとか言ってんだけど、全然このなんつうのお話っていうのかな、おカンナとソウはどう話し合ってきてんだろう。てめえ何言ってやがる。みんなももう理解してるはずだ。騙されやすくて臆病で能力不足、同情以外に残す理由があるの。黙れ、利用したのはてめえじゃねえか。散々利用してソウさんは裏切ろうとしてるのか。本当にカンナちゃんに弁明の時間をあげるわけね。はあ？いいよ、デスゲーム中のカンナちゃんの行動について話し合ってみようか。信じるためにね。え、助け舟なのこれは。もしかしてソウなりの優しさ。カンナは最初の方はずっとソウの部屋にこもっていたぜよ。だね。大体が二人行動だったはずだ。証明できるのはソウしかいねえってのに。そうだね、カンナはずっと足手まといだったよ。邪魔だったな。邪魔。うん、カンナちゃんはだいぶショックを受けてるみたいだね。無理もない。わかってるよね、サラちゃん。君なら発言を引き出すことができる。それに、新しい武器もある。え？相棒能力もしかして。ほら、一緒に探索した時のあの敏腕デカの目。誰かが発言した時に様子が変わる人を見抜けるかもしれない。そんなこと、私に？結構難易度下がるんじゃね、それって。さあ行こうか、相棒。ちょっと嬉しいんだけど。じゃ引き出す。誰から行く？猫ちゃん。大体2人が行動だった、大体2人行動だったはず。なのにそうが見捨てやがった。くそ。私に反論できる材料があれば。何もなしか。ドタロ、俺的にお前も怪しいんだが、カンナは最初の方はずっとソウの部屋にこもっていたぜよ。だが、交換フェーズの後半は単独で行動していたように見えたぜよ。え、交換フェーズの後半は単独で行動していた。本当ですか？あ、でもいなかったか。確かに言われてみると。勝者の間にもいなかったもんね。
多分いなかった。だが肝心の後半は気絶してたからほとんどわからんぜよ。そうなると当てにはできないな。ダメだね。じゃあカンナは？邪魔。カンナは邪魔なんかじゃ。ショック受けてる。あれ？そうから引き出すの？カンナはずっと足でまといだったよ。邪魔だったな。なんか今反応したぞ、カンナが。使えない助手を持って僕もうんざりしてたんだ。今、ソウさんの最初の発言の時、あの人の表情が変わった気がした。表情が変わっている間にその人へ触れてみよう。変わっている間に。難しいな。一瞬なんだけど。これ難しいぞ。あ、いた。あ、いけたいけた。あ、かわいい、美人さん。カンナ、ショックで言葉が出ないのか。でも、何か言いたそうにしている。だったら、私がカンナの心を奮い立たせるしかない。これまた新しい要素が？あ、出たー。これハートタッチタイムでしょ。ハートキャッチ終やん。はい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 。いや、結構いい動きするね。あ、ひたすら連打してていいんだね。これ一回タッチじゃないんだ。なんか前やった時ひたすらタッチ、じゃあひたすらタッチじゃね。一回タッチしたら放置みたいな感じにしてたけど。この白黒の描写がかっこいいんだけど。あの時、レコちゃんとハンナキーが話してたとこのあの白黒描写結構好きなんだ。カンナ、言われたままでいいのか。それは、怒ったっていいんだ。心で思ったこと、そのまま口に出すんだ。カンナは、カンナは、邪魔なんかじゃありません。ソウさんはハッキングできるからって意地悪を言いますが、一番最初にハッキングしたのはカンナじゃないですか。え？カンナその技術あるの？あ、ちょっと待つちゃ、どういう意味せよ。その、カンナがハッキング、やれやれ、言葉足らずだな。頼むぜよ、もう少し詳しく教えてくれ。はい。あ、そうが言うと信用してもらえないから、カンナ自身の口からそうは言わせたかったってこと？めっちゃ優しいやつやん、あいつ。カンナはソウさんがハッキングするよりも、もっと前からハッキングしたんです。謎の技術だね。そのハッキングの内容って？パスワードを解除したんです。人のものを勝手に。それってハッキングって言うんですよね。そうなの？パスワード解除もハッキングっていうの？カンナちゃんもパソコンを使いこなせていたってことですか？あんなのハッキングなんて呼べないよ。覚えたての言葉使うのやめた方がいいと思うけど、ちょっと可愛いな、そう思うと。さあ、サラちゃん、この調子で議論を進めていこう。はい。発言を引き出し、議論を膨らませて。いや、今度アイテムか。アイテムを突きつけて証明したり、発言同士を戦わせて食い違いを正すんだ。こういうのが難しいんだよな。とりあえずまずは引き出そう。ハッキングって言うんですよね。昨日からソウさんはずっと悩んでました。パスワードがわからないってニット帽を脱いだりかぶったりかわいい。ふとソウさんの両手を見ると、こんな環境の中でも綺麗に洗ってて清潔にしてるんだと思って、その時ひらめいたんです。パスワード、押したが跡があるかもって。指の汚れが残っていたおかげでパスワードが分かってたんです。指の汚れ。まあ、でもここら辺はまだ特に関係なさそうだし。じゃあ次はなおちゃん。パソコン使いこなせていたってことですか？あ、間違えた。引き出すって聞かなきゃだね。中学校でプログラミングを教わるとは聞きましたが、まさかハッキングまで、まあ、パスワード解いただけだけどな。さすがにそれは。でも一体何のパスワードだったんでしょうか？聞いて思いつくのはパソコンを起動するときのパスワードくらいですが。ふむ。あ、じゃあこれは、これをカンナ、違うな。なおちゃんのをカンナにぶつければいいのかな。まあ、一応そうに話聞こうか。困っちゃうよね。議論の時間は少ないのにさ。ならソウさんの口からすべて説明したらどうですか？あはは、説明してるよ。カンナがいかに使えない女の子か。人道具みたいに言うんじゃねえ。あ、じゃねえわ。だったら、これはぶつけていいと思うな。討論。これを多分ストックして、これをカンナにぶつけるんだと思う。はい。もしかしてカンナちゃんは、パソコンを使ってハッキングしたんじゃなくて、パソコンそのもののパスワードを解いたってことですか？みたいだね。はい。そうか。パソコンがソウさんの手に渡る前、最後にパスワードを入力したのは私だ。あ、その指の汚れを見たってこと？サラちゃんそんな指汚かったの？つまりキーボードを押した跡が残ってたんだ。でもよく見つけたね、それを。パスワードを解いたのはいつだ？カード交換フェイスが始まるより前。ちょっと待つぜよ。
それっておかしな話だと思わねえか、サラ。そうですね、かな。これは、パスワードの交換で、なんだっけ、ソーと一回取引したもんね。それが気になるってことなのかな。そうですね。これはおかしいです。だって私たちからパスワードを聞くために、ソーさんはパソコンを共有したはずです。だよね。なのに、この話じゃ、みんなでパソコンを共有する前から中身は覗けてたってことだろ。え？はい。何？手を組む必要なんてなかったっつうのかよ。違います。ソーさんはみんなと仲直りのきっかけを。カンナちゃん、残念だけど、それ以外の理由があったんだ。え？どういうこと？なんでソーさんは私たちとパソコンを共有しようとしたのか。サラフォルダを見るためか。パソコンの中のサラフォルダを見るため。そういうことだよ。サラフォルダだけはサラちゃんの母親の名前がパスワードになっていたからさ。ふざけてるぜよ。そう、何も話さず俺の取引に応じてたがや。なんだ、キュー太郎、なんか余計なこと言ったんじゃない？はは、それがどうかした？貴様、ちょっと待ってください。取引って何ですか？気にしないで、こっちの話だよ。無理無理、気になる。そうはいかない。初めからおかしいとは思ってたけど、どうやらパソコンの共有には裏で取引があったみたいだね。全部喋ってもらうよ、その怪しい取引についてね。何を隠してんの？俺はパソコンを共有してくれってソーに話を持ちかけたぜよ。びっくりしたよ。キュー太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言い出したんだ。ああ、そっか、メダルの取引してたな。お二人はソーさんの寝室の扉を一枚隔てて話し合ってました。カナも聞いています。わあ、この仲良し3人組が全く。キュー太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言った。話を聞くつもりはなかったけど、キュー太郎さんが真剣だったから無下にはできなくてね。おかげでいい取引になったよ。怖い顔しないでよ。サラさんはただでパソコンを見れて得したでしょ。へえ。俺はパソコンを共有してくれってソーに話を持ちかけたぜよ。だってもともと俺に責任があったからな。責任？メダルを集めるサブゲームが始まった時、俺は生き残るために誰よりも多くメダルを集めた。自販機で脱出しようとしたもんな。せっかく手にしたパソコンもソーのメダルと引き換えに渡しちまった。あの時の俺はメダル欲しさに魔が差したぜよ。本当に理由はそれだけですか？当たり前ぜよ。ソーに弱みを握られたとか、そんなことはねえ。え？弱み本当にないんだろうか？弱み？え？これぶつけるのか？ストックして。まあいいや、次カンナ。寝室の扉を一枚隔てて話し合ってました。悪い話じゃないなと言ってました。そして仲直りしようかなとも言ってたので、カナはすごく嬉しくて、まだソーさんの中の優しさを信じてるのか。え？アイテムはでも特に何もないから、となると討論だね、これは。じゃあキュー太郎をストックしてソーにぶつければいい？逆かな。あ、逆だな。ああ。じゃあちょっと待って。解除して。そう？これぶつける？あ、違う。あれ？となるとカンナか。ちょっと待ってよ。表情の変化は特になかったよな。ん？はい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 。思い出した思い出した。弱みだ弱み。あれだ。あとこれだ。一回監視カメラのデータだ。すっかり忘れてた。これを、キュー太郎にぶつければいいんかな？あ、当たってない。思い出したわ。思いっきし忘れてたわ。キュー太郎さん、本当に弱みはなかったんですか？何言っとるぜよ。私たちはある映像を手に入れたんです。一階の監視カメラのデータ。あ、は、そんなものがあったんですか？全部はっきり映ってました。相当悪い顔してるよね。キュー太郎さんが役職カードを配置したこと。これちょっとキュー太郎さんのポーズが好きなんだけど。そしてその姿をソーさんに見られていたことも。これが弱みでなくて何ですか？そんな、キュー太郎さんがカードを仕掛けてたなんて、
筋肉ゴリラ裏切ったにゃん。裏切り者？本当にそうだろうか。もっと何か別の事情が。勘は良くなったからこそわからない。九太郎さんみたいな人が裏切るようには。なんであんなことをした？どこでカードを手に入れた、九太郎。何か言ってください、九太郎さん。おっと、お前も豹変か？しらばっくれやがった。監視カメラってなんだ？え？俺たちは散々1階を探索したはずぜよ。監視カメラなんて誰か見つけたか？それは、いやー、見つけてないってのが、だもんな。確かに直接カメラを見つけてはいません。きっと隠しカメラです。わからない位置に隠してあったんです。映像が残ってるんです。それが何よりの証拠です。え？人形劇ぜよ。むちゃくちゃなこと言い出したんだけど。え？思えば俺たちは騙されてばかりぜよ。偽のレコ、偽の三島の人工知能。誘拐犯はいつでも好きに俺たちの偽物を動かせる。それは、サラ、お前さんは騙されちまったみたいだな。いやでもあんだけ動揺してたのにその人形劇は無理あるだろ。脚本、誘拐犯、演者、偽物すべて人形劇で織りなすフェイクムービーに、なわけない。でも九太郎の割に随分頭回るな。結構おバカキャラだと思ったのに。お前さんたちが何を見たのか知らんが、全部罠ぜよ。いい加減学ぼうぜ。しかし部が悪いね。騙すために偽物を用意するのは敵さんの常套手段だ。九太郎のやつ侮れないよ。珍しく言いまかされてるね、サラさん。とにかく俺とソウの取引については話したぜよ。そもそもみんなでパソコンを見た後、俺はずっと気絶してたんだ。俺より怪しいやつは他にいるはずぜよ。食い下がる、諦める。諦めるか、ここは。わかりました。ハツニャ、そもそもなんで筋肉ゴリラは瓦礫の部屋で気絶してたわ。それは覚えてねえ。そんな、本当ぜよ。瓦礫の部屋に入った瞬間から記憶がねえんだ。起きたらメインゲームだったぜよ。最悪な目覚めだきゃ。確かに気絶させられたってことですか？誰かにか、ごめん。だったら犯人を探した方がいいにゃ。そいつは絶対悪者は。誰が電気ショックなんか浴びせんの？九太郎さんの元気な姿を最後に見たのは確か、みんなでパソコンを見ていた時か。あの時私の手に身代わりがやってきて、離れちゃったもんね。私はパニックになってメダルを求めて走った。そうだ、その時以来九太郎さんの姿は見ていない。あの時のみんなの行動が分かれば、こうなりゃその時それぞれ何をやってたのか話すしかねえな。なんだって？パソコンを共有した時、ロビーに集まったのは俺とソウ、カンナ、サラ、ケイジ、レコの6人ぜよ。サラが突然走り去ってから私たちは残ってパソコンを見てただけど、他に情報はなかったんだ。カンナは見終わったパソコンをソウさんに届けに行きました。マーリさんはロビーにしばらくいたよ。うわ、いっぱい出てくる。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際にナオさんと会話したんだ。はい、偽三島先生のハッキング作戦をソウさんと話し合っていました。ナオちゃんとソウくんは信用していいんじゃないかなって思うけど、僕は真っ暗な1階を探索してたんよ。そういえば銀がほとんどいなかったよな。まあ、とりあえず一旦セーブして引き出していこうか。じゃあそうからトイレに行ってた。私は中身はハッキング作戦さ。うん、カンナも計画に参加させようと思ったけどすぐどっか行っちゃったんだ。どっかに行った。僕のアリバイはそんなところかな。九太郎さんでも気絶するなんてスタンガンって物騒なんだね。かなりの高出力なんだろうね。あれ、今の発言って、え、スタンガン、これがなんか気になるのか。え、今の発言ってってどういうこと。そんな気になること。ソウさんはなぜ知っているんだ。スタンガン持って見せてみる。これを見せたところでの、あれ、でも当たったぞ。まあいいか、当たったし。ソウさん、よく凶器をご存知ですね。え、スタンガンは私が現場からこっそりと回収しました。え、ソウが浴びせたの。九太郎さんがスタンガンを浴びたことを知っているのは私と銀だけです。他に知ることができるのは犯人だけなんです。ソウ、何お前やらかしてんだよ。
つうことは決まりだな。スタンガンを使って九太郎を気絶させたのはてめえってことだ。そう、参ったな。あっさりバレちゃった。あははなんで？そうさん、ごめんね。ハッキング作戦の準備を邪魔されたくなくてさ。ってことは九太郎を信用してなかったってことか。急に部屋に入ってきたからとっさに使っちゃったんだ。あんな物騒な道具どこで見つけてきたにゃ。うん、覚えてないな。怪しい。にゃー、なんか違和感があるな。よほど切羽詰まった状況じゃなきゃ一回しか使えないスタンガンを使ったりしない。九太郎さんと宗さんの間にもっと何かあったんじゃないか。結構揉めてたのか。もういいぜよ。犯人が分かっただけで十分だ。そんな、これ以上は無意味かもね。宗には弁明する気がない。なら今は他の人のために時間を割くべきだよ。疑い合うなら自分、違った、時間がある今しかないってことか。言いにくいことでも言うしかないんですね。それが信じるために疑うってことにゃ。そうだよ、勇気を出して言ってみよう。みんな、そう以外で不審な行動がないか話し合ってみるんだ。そう以外で、そういえばナオが前半のほとんどの時間嘘の間にいたのが気になったかな。私ある映像が気になってて、あの人のことを少し疑ってるんです。ある映像、実は真っ暗な1階を探索してた時に変な映像を見たにゃ。変な映像？マーリさんは銀の行動が気になるね。どうして1階に行く方法を知ってたのかな。あ、これは銀と刑事さんがぶつかりそうな気がするけど、一応引き出してみようか。瓦礫の部屋を探索してただけで隠し扉に気づくのはちょっと首をかしげるね。警察犬より鼻が効かないと無理だよ。もし銀が犬と猫の嗅覚を持っているとしたら。持ってるね。言っとくけど銀は人間だからね。本当に？でも結構クンクン能力使ってたけど。実は真っ暗な1階を探索してた時に変な映像を見たにゃ。メガネ、ああそうだね、これは犠牲者ビデオだね。ああ言ってたね。あそこもしっかり見てんだ。あの映像か。もちろん3人ちゃんを疑ったりなんかしてないにゃ。いい子。僕怖くてすぐに部屋を出たけど、あれはきっと犠牲者のビデオだったにゃ。ん？なおちゃんは？私ある映像が気になってた。あの人のことを少し疑ってるんです。怖くてしっかり見れ、ああこれは多分刑事さん疑ってるってことかな。偽三島先生のモニターを使ってもう一度再生したんです。それってどんな映像ですか？フェイクムービーの可能性もあるんですよね。だったら無責任なことは言えないです。さあちゃんとも前に一緒に見たあの映像です。あれ、これ結構なんかぶつけられるのがいっぱいある気がする。なおが前半のほとんどの時間嘘の間にいたのが気になったかな。今考えれば偽三島のことがあったから実質に譲らなかったんじゃねえかな。理由さえ分かれば疑う必要はないと思うんだ。そうだよな、サラ。他に理由がなければそうだけど。わからんな。なんかこうみんな普通に会話してるから、この中に身代わりいるのかって思っちゃうよね。まあ、とりあえずその犠牲者のビデオをやってみるか。これをなおちゃんに当ててみる。はい。でもなんかそれ以外にもみんないろいろ反応しそうだけど、討論できそうだったよな。なおさんが言ってるのはこの犠牲者のビデオですね。あ、私が落としたビデオ。そうです、その通りです。女性が鎖につながれて恐ろしい仕掛けが発動して、そのまま女性は亡くなってしまいました。そして手前で笑っていた男性のあの後ろ姿がマーリさんに見えました。おっと、私には女性を見殺しにしたように見えたんです。衝撃的な話だね。でも、フェイクムービーの可能性も。じゃあ聞いてみようか。刑事さん、その映像、本物ですか？それとも否定しますか？信じるために疑わせてもらいますよ。いや、かばうか？どうしようか、これ。